俺のブレフロ。はい、始まりました、俺のブレフロ。今回はさきみこと宮本さきが担当させていただきます。はい、ということで早速読んでいきたいと思います。じゃあ最初、破壊神シリュウさん、あとブレフロ、嫁もブレフロ始めた。いやいいですね。まずね、嫁がいることがいいし、なんかブレフロ一緒にやってくれる嫁がいるっていいですね。一方、もじゃりさんやさとしさんの嫁はやってくれてるのかな。さきみ気になるなやってるのかな、やってるって聞こえたけど。あ、でもいいですね、家族でやってくれたら。あの、さきみのママもサマナーガールズは見てくれてるんですけど、なかなか苦手みたいでちょっとやってくれないんで、もうちょっとプッシュしていきたいと思います。いいな、俺のブレフロ。じゃあ次の投稿いきます。ベルガードさん、俺のブレフロ、自慢することはないので、賃金賞なんかのコンテンツをクリアした時に報酬だった妖魔キーが加算されたみたいです。他にもこういう方いるんじゃないですかね、わら。ちなみにコロシアムループで妖魔が集まるので、妖魔キーを使用することがなくなり、キーが減りません。あ、ほんとだ、妖魔キー52個になってる。あれ、普段 50個までだよね。50個までだよね。いいなー。いや、妖魔キーね、全然私持ってないんですよ。多分10個も持ってないんじゃないかな。なんかいつもあの交換所で買えるか迷ってるんですけど、いやーこれいいですね。なんかもう一回賃金賞来たらもっと増えたりするのかな、気になりますけど。あー、羨ましい、素晴らしいですね。俺のブレフロ次行ってみたいと思います。よいしょ。あ、U@MRN 会さん、あのね、毎回思ってるんですけど、 MRN 会ってね、こう何なのかな、教えてサマナーガールズはい、ということで機会があれば教えてくださいね。最初で最後の総合1位、あ、ロンティアハンター。あ、本当だ。なんかもう桁が、しかも参加回数1039ってやばくないですか。参加回数って1039回もできるのかな。ほとんど寝ずにやったのかもしれないですね。いやー、このハンターオブゴッドのスフィア、いやー素晴らしい。やりました、アクロス召喚員から報酬が届きました。さすが先輩ですね。俺のブレフロ。はい、ということで今回紹介させてもらったのはここまでにしたいと思います。はい、これからもハッシュタグ俺のブレフロでツイッターで投稿してください。私たちサマナーガールズ一人一人が順番で紹介していきたいと思いますので、投稿よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバイ。